やばい、メカニックツール返すの忘れた。おはようございます。来やがったか。おはようございます。来やがったか。あ、どこだ南所見所長さんよ。本所にいますけど。お前終わりだよ。もう終わり。何がですか。キャッシュ案内するわ。あ、OK です。なんだなんだ、早朝から騒がしいな。久しぶり来やがったな。生きてたか。あ、お久しぶりっす。おい、あの部下来たぞ。ほら、おい、上司来たぞ。おい、俺やくん担当の介護しとこうぜ。おはようございます。お久しぶりっす。久しぶり。あれ、リスペクトが感じられない。ヤンキーになった急に。いや何、反抗期。いや、反抗期ではないです。俺はお前には反抗期です、多いよ。いや、多いっすね。うん。はい。多いんかい。いや、多い多い。反抗期だよ。いや、部下じゃないでしょ、キャップは。え、ああ、そうだよ。え、で、どうしたんすか。え、いや、なんかもう出勤した時からなんかキャップがずっと南署のかわいそうにかわいそうにって。ああ、いや、かわいそうだよ。かわいそうだよ、レク。南署は。かわいそうなんだよ。かわいそうって言われてる、本人が言ってるよ。所長自体が言っちゃったらもう、かわいそうだ、もう。所長はかわいそうって言うなよ。部長だけは認めてやれよ。かわいそうって言ってないだろ。嘘つくな。何？どうしたの？何もないよ。何もないの？いや、何もないよ。呼んどいて何もないの？ああ、そうだ。あのあれだ。お前んところの部下がまたやらかしたぞ。誰ですか？ハゲだよ。ボイラ？ああ。何やったの？失礼だな、ハゲつってボイラって言うの。すごい。いや、ハゲ、ハゲあいつしかいないから。ああ、ハゲだよ。うん。え、何やらかしたんすか。なんかもうあんまり驚かないよ、俺も。セクハラだよ。あ、またセクハラしたの。ちょっと待って、送るわ、番号出して。はいはい。気になる。あ、これでもマジで引くで。俺も引いたもん。いや、あれ。ちょっと待って、スト4のセンスだよ。ちなみに 2X でも炎上してるよ。これボイラじゃないんじゃないですか。これボイラだよ。ボイラじゃないでしょ。本人が、ええ、私ですって言ってたよ。ええ、私です。ボイラじゃないでしょ。ボイラだっつってんだろ。2X もさ、待ってね、昨日リツイート、あ、なんかさ、この街で一番リツイートといいね多かった気がする。ちょっと待って、そんなバズ、あ、これ、これだ、これだ。炎上、ね、バズった。近藤武蔵のツイッター見てほしいけど。で、リツイートするからさ、見てね。はい、今リツイートした。はい、リポストした。あ、ありがとうございます。うん、ミラテンガリンという警察官はアイドルにセクハラしてると。変態です。ド変態です。変態です。すごい、この顔つきはなんか全部ちゃんと読めた。あ、拡散しとこするんだ。33リツイート。本人しかもこれで、お前炎上してるって言ったら、いや、これはバズってるんですって言ってた。よく言う YouTuber やもん。そうだよ、炎上系だよ。メントスコラやってこいって言ったわ。だから新潟弥一郎さんって結構当たり屋的なイメージありますか。当たり屋。どうした？どうした？どうした？あ、で、とりあえずさっきの話戻りますけど。あ、クビだ。なんかやんないって言ってたんだけどな、もう。セクハラ？はい。セクハラもうやんないって普通にする？私はもう変わりましたから。レン先輩。あ、ボイラの真似今の。はい、呪音かと思った。いや、呪音もほど遠いだろ今の。下手な呪文だなと思った。そっか。ボエラ先輩ってランクいくつでした？ランク4。4だよ。え、これどういう経緯でこれやってんすか、ちなみに。わかんない。でも本人は、なんか悔いはないみたいな感じだったよ。え、てか俺、気のせいかわかんないですけど、あの病院向かうときなんかボイラみたいなやついたんですけど。じゃあ、それポイラだよ。ボイラテンゴリンですか？誰？マチョのモノマネだよ。誰？クオリティが低かった。そうなんだ。カレーを見ましたけど。何、なんかメキーダさんにでも振られた？あー、でもなんか最近 AI 彼女と浮気してるからね。 AI 彼女？ AI 彼女、うん、なんだっけ、 AI 彼女の渚か、渚と年頃なんだよ。あいつ浮気症だからな。うん、まあ
メキに魅力がないんじゃないか。これは言っちゃダメでしょう。あ、遅いな。ああまあメキはボイラー以外は魅力的だからな。ボイラーがデバフだからね。デバフか。どういう経緯でやったのこいつ。マジでこれわかんない。南章も終わりだよ。いや南章じゃないっすね、ボイラーが終わりじゃないですか。まあそうとも言う。ヘリ持ち込みでここに入れてもらう形になります。あとは、マミヤの兄さんレンタル。もしもし。もしもし、お疲れ。お疲れ。どうした、ね、うん。大丈夫か。大丈夫だけど、うん、どうした、はい、心の健康は大丈夫か。それはあれか、もしかしてボイラの件でか。ボイラの件もあるし、最近の南署のな評判だったりとか。ああ、なんか言われてるらしいな。ああ。深く傷ついてるんじゃないかと思ってな、うん、いやまあ言わしとけばいいんだよ。別にやってる子はちゃんとやってるから。まあやってる子はちゃんとやってるが、それで言うとうんボイラか、やってる子は損を被ってるからな、うん、ボイラだよな。あっ、やってるってその問題をやってるってこと。あ、問題をやってるってことだよな。あー、ちょっとその他のそのね、まっとうにやってる人がね、うん、そうそう損を食ってしまうから。まあもしかしたらだよ、もしかしたら、うん、ボイラにもあれをやらなきゃいけなかった理由があるかもしれないから、今ここであいつをただ単に見せたら終わってしまうから、理由次第だな、あいつの。ええ、ん、ちなみにその、うん、タンポポさんと、うん、あと星野美子さんっていう方が被害にやられたんだけど、うんうん、星野美子さんは匂いを嗅がれた後顔が歪んでるって言われて。顔が歪んでる。ああ、めちゃくちゃ失礼だな。その日のうちにサングラスをすぐに買いに行き、そして整形をして2日目を迎えたらしい。だ、あいつそんなこと言ったのか。これは星野美子さんから直接聞いたからな、カウンセリングをして。星野美子さんって何だっただろう。なんか街に来て1日目の時に小平さんに匂いを嗅がれ、うん、女性の方歪んでると言われ。そう、女性の方。匂いを嗅がれ、顔が歪んでると言われて、すぐにその足でサングラスを買いにかけそして整形外科に行き、整形をして2日目、顔が、私の顔はもう歪んでいませんかっていう悲痛な、何だったかな、何て言ってたかな。星野さん、あ、この町に来て2日目、お顔を回復してみました。 あ、了解です。うん、ごめんごめん、真っ白。あ、この町に来て2日目、お顔を回復してみました。歪んでませんよね、うん、っていう。オイラに歪んでると言われたから変えたのか。あ、そうだ、うん、心に深い傷を負ってしまったんだやつだ、あいつ。でもこれはセクハラとは別件だから。別件かな、わかんないけどもはやセクハラ以上な気もするけどな、その発言そして、あー、まあそういうこともあったからな。星野美子さんとその倒れてた方、タンポポさん、あの人はどういう気で、あれ、あいつは裸で踊ってんの、あれ。いや、そこは俺聞いてないから下手なことは言えないな。あ、そうか。ちょうど昨日警察体験3日目をしたから。あ、そっか、警察体験の子か。そう、警官の方がもしかしたら事情は詳しいかもしれないな。あ、キャップからは終わりだ南署ってしか言われてないからキャップは関わるのを避けていたからな、うん、あ、そうか。いや、もうあいつやんないって言ってたんだけどな、セクハラ。いや、でもボイラさんはなんかその四田さんがな、うん、どう、その聞いたら、僕だってやる気はなかったです、なんでやってしまうんだ俺は、みたいな。ああ、なんか自分に対する不甲斐なさを感じているような発言をしてて。ああ、じゃあもう自分で自覚してんだ、それ。やってはいけないと思いつつもやってしまう自分に対するその呆れをそれもうあれじゃん、犯罪者が言う言葉じゃん、それもう完全にで、あ、何、そうだ、もう中毒なんだ。ああ、そうだよな、もう、なんかもう、完全にセクハラすることで性を実感してるよな、あいつ素晴らしい、素晴らしい、うん、企画な発言だ。逆にあれから南署にセクハラ化っていうの作ったらさ、なんかそういう風に思われないかな。いや、もうダメだよそんなね
大丈夫かね。あ、なんだ。ボイラックの話を聞くのはすごい大事だと思うしな。うん。その行動指針はとても素晴らしいと思うが。いや、素晴らしいと思うよあいつは。だからあいつはもうやんないっつってたから信じてたけど。違うレンガな、レンガ。うん。僕はそのこと別に擁護してないよ。ああ、そっか。人の話を聞くというな、そのレンのやっぱ。本人から聞かれたら分からないことやっぱ多いから。まあ結構さ、そう伝言ゲームになってね、話が変わってたりもするわけじゃん、この街って結構。いや、そうだな、結構な。だから本人から聞かないとさ、分かんないけど、うんうんうん、でも、もう映像残ってたし、写真残ってたし、確定ではあるんだけど、この街初めての30リツイート超えの、うん、初めて見たよ、あんなリツイートされてんの。炎上罰だよな。うん、ありがとうございます。マグナさん、ありがとうございました。おやすみなさい。でもなんかね、あの今までいろいろたくさん起きたから、メンタルが強くなったと思う俺。大丈夫か、それは終わりのメンタルじゃないか。あ、大丈夫、強くなったのメンタル。終わりの前のなんかそのなんかもうあと一歩進んだらもう終わってしまう時のなんか逆メンタルじゃないのか。あ、大丈夫だよ。なんかもう竹以上のことはもうなんか起きないと思ってるから正直。いや、竹以上のことかこれも。そっか。なんかもうかごめんな、なんか金を持っていきなりめちゃくちゃ金を使いすぎるやつみたいな感覚になってんだよねもう。大丈夫な状態かそれは。わかんない、ちょっと今度ケアしてくれマシロ。あいつでも話をしに行ってきてくれ。うん、なんかもうすがすがしいよ俺は。すがすがしくなったら終わりだよ。すがすがしくなったら終わりだよね。ちゃんと注意するわ。うん、ちょっと今別の対応中だからまたかけ直してましろ。あ、オッケー、了解、はい、ごめん。じゃあ赤木出ます？出ない。え、赤木、赤木さん、ごめんなさい。赤木の兄さん、出ちゃうんすか。いやでも赤木さんに言うと、うん、昨日だいぶ、うん、ボイラさんの件は、うん、みんな思うところあったみたいですよ。あ、その南署以外もってこと。え、アシノ君どう思った。まあまあ南署員、いやもう失望しましたよ。あ、失望したんだ。はい。赤木さんなんとか言ってください。え、言っとく。でも市民交流を歌ってる南署があれだとちょっと、はい、まずいです。なんか南署を改革していこうって言ってから、ね、ずっとなんかこんな感じだから俺。うん、なんか南署をパッコなんかストリップバーみたいになってもんな。一人だけなんか。じゃあもう脱ぐたんびにランク1ダウンぐらいでいいんじゃない。え、待って、俺もそしたらゼロだけど大丈夫。まずい、たらまじか。そんな脱ぎたがりなんですか。脱ぎたがり。あの、警察業務中じゃないなそれ。うん、ああ、そうはならないか、ごめんなみんな。警察業務じゃなくても、そうですよ、普通に飲食店、そうメカニックの人たちが脱いでていいかって言われるとそうでもないですからね。JTS 中によく脱ぐね。え、それはその時記名にした方がいいですよ。いや、記名で言ってほしい、うん、これからその時なんか見かけたら切って俺に切符。頼むわみんな。何を切ったりですか。セクハラ、セクハラさえ切って、うん、プリズン送って。うん、ちゃんと反省してくる。そうですね、反省すると言っても、赤木先輩はこの2ヶ月でどのくらい謹慎してきたんですか。もう分かんない、なんか謹慎癖ついちゃってる最近俺。そう、謹慎癖になるのもおかしいんですよ、うん、なんかそう縛られてないとなんかダメみたいな体になってません。いや、もうなんか縛られるのが気持ちよくなっても最近もうやばい。どうしてこうなっちゃったの。どうしてあ、でもちゃんとボイラには言っとくわ、あったら。でもあいつが上官だから、もし俺がいない場合に言うならばマルーンなんだよな。マルーンってその時いた？先輩ってなんか、あ、マルーンさんとも会話してましたけど、もうなんか荒れてました、うん、ボイラさんがずっと荒れてた。どういうこと？荒れてた。なんかもう何言ってた？だって別れよみたいな感じでずっとあの壁蹴ってました。殴られたっす私は。前のなんか恥ずかしい。待って待って、殴られたのね。脊椎行かれたっす。殴られた。時間さんとパチオさんもちょっと殴られてなかったかな。後輩。前
前のハゲ事件の時とかでもなんかそんな感じのこと言ってたけど、もうそれじゃ擁護しきれんって。なんか前ボエラさんのためにみんな南署一丸となって頭剃った日あったっすけど、なんかちょっと後悔してますもん。そうそうそう、うん、ボエラ先輩はなんかそう、なんか GTO じゃなくてなんだっけ、GBC、GBC だ、 GTO 鬼塚ねそれ熱血。うん、GBC になんかそうなんか入るみたいな騒動があったから、そこで南署一丸となって止めに入ったんだけど、いやそこちゃんと送り出した方が良かったかな。なんかその必死こいて止めた後にもこう 2,3 事件ぐらい起こしてるから。え、もしかしてさ、あいつ酒入ってた可能性はある。いやどうだろう、いや白船って逆に思いたくない。なんか酒井事件再来とかじゃないよね、あれやってたらもう変わっちゃいますからね。ね、かばいようがない。てか酒井さんの剣もあるから、なんかもうちょっと厳しめになんか処分下した方がいいと思うんだけどなーとかあるんですけど、酒井の剣は結構厳しくやったんだけどな。いやまあそう、まあまあ、あれがあったからこそなんかそうちょっとね、他の署員がやらかした時にと見過ごしちゃうのも、うん、いや見過ごさないよ、見過ごさないよ。俺もなんか以前そのもう大丈夫ですから、レン先輩信じてくださいとか言ってたから、何回その信じてくださいよ。でも今回のそのやらかしって多分その市民に広がっているレベルでは庄司さんより圧倒的にボイラさんの方が今回、だってこれサッカー場っていう交流場でやってます、ね、あいつなんであんな信用ないの市民から、マジで。なんか庄司さんとかだったらね、なんか、ね、そう竹井が信用感あるよね、市民からの。ですし、あの事件起きた時って確か深夜帯とかでしたよね。あ、スイッチ入っちゃったんだ。深夜帯とかで深夜テンションね、割とクローズドなところだったんで、多分そこまで話広がってないイメージですけど。いやまああんだけ拡散されてるから広まってはいそうだけど。あ、おいらさんの件は多分もうここ最近起きた人みんな知ってるレベルだと思いますよこれ。ちょっとバズりすぎた。昨日起きてたボイラ。昨日起きてましたボイラさん。今日起きてくるかな。今日も起きてくると思いますよ。今日は起きてほしいな。ちょっとかな。一週間清掃活動させようかな。ああ。どこですか。どこですか。レギオン。いやまあ実際そういう、まあ、大事かも。うん。人目につくじゃんあそこ。でもどうしますか、絶対脱げないですもんね。何、裸になって掃除してたら、まあ、なんか確かにありえる、パンチで掃除しそう、そう、うん、パンチであんまり人が、だしなんかあんまり禁止してる云々っていうのをあんまりなんか市民に見せる、なんかそうなんですよね。でもその禁止したらいいわけじゃないと思うんですよね、うん、ちゃんとその待ってそうな警官になったっていう姿を市民に見せることがみそぎだと僕は。あいつはまっとうなんないよ。そっか。うん。今なんか最後の最後でさ、GBC の件以降、俺信用してるけど、うん、もう、はい、あれ以降、もうあれ以上さ、なんか同じようなことしてたら無理じゃね？普通に。GBC の件はなんかあのあとなんかその結構まあ対立するような感じになったからマシになったのかなと思ったけど、その変態癖の方が、しかも彼女いるからね、そうですよね、本当ですよ。メキラさんどう思ってんだろう、あれメキラさん、多分まだ知らないんじゃないですか。まだ知らない、1週間前だけど知らないんだ。知ったらまずいのでは。3日前ぐらいに久々に来たって言ってたんで。あ、いや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 。多分知らない。知らない。あいつなんであんなぶっ飛んでんだろうな。メキーラさんにもなんか悪いイメージ飛ばないか。オイラテンガリンのあの彼が彼女みたいな。東出社左遷？いや。え、キャップ。言葉あるんじゃない。だからその今特殊刑事課よりも南署にやべえようなっていう印象になるんですけど、その俺が市民観点から見ると、いや俺も思う、払拭しようっていう話だったので、は3、4ヶ月前の話。俺も思う。なんか結構ね、竹井の件があってからさ、なんかやばいね、そこに浸透しちゃってる俺もいるから、もう
ょまずいんだよ。だから危機感持たないといけない俺思う。武井さんもなんかやっちゃったんだね。そうそう、武井も今首だよ。首です。そう、首だよ。知らないですよね。そう、警察署員ですらないです。謹慎とかでもなく警察署員ですらない。署員じゃないです。今は PYC の一市民です。まあよっぽどのことやったというのを頭に入れとくだけでいいと思う。そうだから武井の件でもみそぎはやり尽くしてるからボイラーをどうするかなんで、もう。なるほどね。そう、みそぎというみそぎをねやり尽くしてんだよもう武井で。ただなんかだからそのもうさ、もう本人がどう変わるかだからもうそこ、うん、そうなんですよ。みそぎしてもなんかただなんか別の生活してるだけみたいになってるんですよね。そうなんですよ、なんか形だけになっちゃってるのが、なんかその犯罪者からその白市民警察とかそういうのを目指すために1ヶ月間なんかそういう業務に勤しむのをみそぎって昔は言ってたはずが、なんか今かなり軽いイメージになってる気がするんですよ。なんかそのとりあえず別業務を1週間勤めてればいいみたいになってる感が、あいつの肩を持つわけじゃないけど、はい、あのさ、あいつ流されやすいじゃん。じゃあどういう雰囲気だったんだろうっていう感じもちょっと気になる。あ、まあ、だってさ、振られたら全部なんか乗っちゃうタイプではありますよね。そう、オイラってさ、市民からさあんまりよく思われてないのはそうじゃん。だから周りの市民も悪乗りしちゃってる可能性もあるんだよね。まあだからそう、 GBC の時の件もなんかそのノリで歌の歌詞に GBC インって入れちゃったっては言ってはいました。あ、そうそうそう言ってたね。うん、まあそれはね別としなきゃいけないけど、だからそのなんだろうね。でもなんかさ、なんかあんまこういうこと言うのあれだけどさ、この街ってさそういう時あるじゃん実際。まあ悪乗りの街ではある。乗れそうな波がなんであれどんどこ大きくしてって乗っていくイメージはある。前回のは GBC インとかの話だったから大問題なんだけど、うん、今回もセクハラっちゃセクハラだけど、注意するとして本人が変わってくねえとな。もうこれは脱ぐなって言うしかないんだよな、こっちは。もうそうですよね、それ以外言えることないですもんね。本人がなんか本当になんか特別されるような反省をなっていうところはあるんですけど、後輩に手本となる、うん、じゃあ、でもさ逆にさ上司からあいつ言われ慣れてるけど後輩から言ったら来るんじゃない？ああでもそれ、あの文月かなえさんがもう面と向かって嫌いですって言ってます。えどういうこと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 それ。ボイラさん嫌いですって言ってます、文月かなえさんが。文月さんは結構なんかバッサリしてそうだな。えそれボイラなんて反応してたの、はい、なんて反応してましたっけ。俺なんで嫌われてるんだみたいな。気づいてねえ。気づいてねえ。自覚が問題じゃないですかこれ。どうやってなんで嫌われてるかちょっとそれとなりに聞いてくれないかって言われたんですけど、言われたんだ。でもあれじゃないですか。言われましたね。そしたら嫌いですって目の前で。目の前で。本当にもう面か顔と顔を面と向かって言ってましたね。警察としてを再度やり直す、それか。それかもうあの教習ビデオ見てもらっ、あ教習ビデオじゃないんじゃない、脱ぐなっていうビデオじゃない。作る、誰が作るんですか。なんかあの映画の前にさ流れるやつみたいな感じで、あれ、ね、なんかノーモア、そうノーモア脱衣、脱衣。ノーモア脱衣って言うとそれ、いいのかな、いいのか、合ってるか、合ってるよね、合ってるよね、合ってるな、ヌグナだよね、ノーモア映画ヌグナだから合ってるよな、違う、映画泥棒だから、合ってるな、ノーモア脱衣、もしくはノーモア全裸、全裸。でもね、それもそうなんだけどさ、オルカの件もえってなってんだよね、俺からすると。オルカが降格したんだよね。そのハンさんと仲良く住んでるっていうので点で。ああそうそうそう。そのタブレットのあの報告のところ見れば、ここ最近の事件結構あの優秀な人があの
かなりいい感じに文章をまとめてるんで、暇の時読み物として見てみるといいと思いますよ。オルカがね、あのアドミゲス藩と一緒に住んでたからランクが下がったらしいんだけど、そうでもそんなこと言ったらさ、昔ねアドミゲス藩って警察署の中の扉が住まいだったんだよ。今も入れるっすよね、そこ。あ、入れるかもね。うん、それを承認してんだって所長なんだよね、確かに。所長なんだよなっていう。ちなみにこの件言ったらなんかキャップがきたーとか言ってんの。本社南社バスきたーってなんかすごい心の叫びが漏れ出してたんですけど。そう、なんかハンさんと仲いいとことかずっと見てたから、むしろ今なんだっていう感じになるし、それの示しで言ったらなんか千代市民パス関係の発行もなんか揺らぎそうな気はあるんだけどなーっていうのが俺の頭の中の考え。オルカの処分に関してはちょっと所長に伝えようかなと思ってる。話さないとなって感じ。ここはなんか話すことたくさんですね。ね、俺寝れないね、これね。ボイラ来るかな、早めに。今日いやー、ボイラーさんじゃなくてポイラさんだったらいたんですけど。あ、ポイラテンゴリンは違う。さっき出会ったそれ。ポイラテンゴリンは違う。違うですよね。ポイラテンゴリンは何なの逆に。あれはなんかなんか素顔でハゲたやつ見せたらなんか似てるんじゃねって言われた結果からなんか今ずっとやってるっぽい。な、本人誰あれ。なんで、賛美賛美誰でしたっけ。町尾賛美町尾さんでしたっけ、うん、誰です。町尾賛美なんだ。さっきいたわ。ちらっと調べた時確かそういう名前だったよな。そう、個人か。怖いんだけど横がなんか。いや、ちゃんとやってるかい。ババリアさん大丈夫です。はい、ちゃんとやってます。ババリアさん無言やめてください。ババリアさん。いや、な、何はちゃんとやってるのかよくわかんなくて。今ボイラテンガリンのボイラさんの話をしてます。そう、はい、勝負の話。どう思うっていうのとどうしようかって。どうするのがいいんでしょうね。ちょっとでも、いやもう脱ぐなが脱ぐなしかないと思うんですよね。マジでさ、動画見してもらったけどちょっとガチで変態だよなこれ。そうなんだよな。うん、まあ踊りがキレキレな分相まって。これマジ笑っちゃいけないけどマジでキショいな。ノリノリだったんだろうなその時の空気はっていう。こういう心なきの顔いるもんな。わっしょいわっしょいって感じだった。しかもなんかすごく嫌だ下半身。え、これケマさん送ろうか。いや、入ってますよ私。入ってるんだ。メッセージの共有のところでなんか見れるんで。そこで共有されちゃったんだ。もう GPD 情報共有に。本当だ、共有されちゃってる。警察署員全員がこれを知ってるって。すごいや、こりゃみんな知ってますね。これふみすけくんになんかいいってなるわこれ。新人に示しがつかないと思う。嬉しい。今までの警察体験落ちた人たちがこれ見た。警察体験落ちてる人らにも浮かばれねえ気がするっていうのが。それはだから、それはそう、それはそう、自分落ちたけどこの人以下だったんだって。それはそうだわ本当に。まあそう、だからそのランクの件もそうですけど、ランク4で勤めてて その警察の人がでもさ、これをやってもそう。でも警察の体験なんか受かる受からないってさ、もう大体さ4日3日間で決まるじゃんあれって。その時デコかぶってて入ったら本性表すいるから。わかんないよね正直あの3日間で。まあ、そうではありますけど。でもまあかわいそうではある、これが受かってって。そうですよね、表したタイプなんだ。え、真面目だったと思うよ当時は。もっといつからこうはっちゃけちゃったんだ。え、マジで真面目だったと思うけどな当時。おいらさんの警察歴ってどのくらいなの。え、いや真面目、ね、俺とちょっと変わんない。そう、めっちゃ真面目だった。いや2年は勤めてるって。そうだね、経つんじゃないかな、もう2年ぐらい。何があったの。何があったんですか。私も体験持ってもらったりしてたから、そう
ちゃんとしてたんですけど、たまにんって思うことはありましたけど、あ、その頃からんってなってたんだ。でも今ほどじゃないです。なんかじゃあ今やばいんだ。あんまりこういうの察したくないけど、はい、なんかメキーラさんに満足してなかったのかな。やだ本気のやだ。本気のやだ。でもなんかさ、言うじゃん、そういうのってなんか、まあ、浮ついてるか。でもキレキレだな。どんだけ見てるんですか。すごいな、キレキレだわ。パンツがダサい。0点。でも昨日の言動を見ている限り、多分反省はなさそうので、うん、多分誰かしらが雷を落とさないと、うん、反省はしないと思います。ボイラーさんってなんか自分の行動は自分を信じてやったものだから、それがなんかどう見えてても、いや、しかも、まあ、あんまりね、みんなにこういうの言うのはあれだけど、俺がさ、じゃあ勝つ飛ばすじゃん。うん。勝つ飛ばして、言って、なんか、慣れてきちゃうんだよね、あいつも。わかる。だって、セクハラはもう、そう。最初が結構なんか反省してますみたいな感じだったのが、だんだんもう。で、あいつは0か100だから、多分俺が注意したら、で、なんなら多分ランク昇あの降格とか言ったりすると、やめますとか言いそうなんだよな。いいんじゃないですか。そこまで来てる。もうヒロ君そこまで来てる。そこでやめますになるなら。警察と脱ぐのどっちが大事って言われて、そういうことですよ。でもさ、もう最後なんだよね、言うても。この間の GBC の件で信用するって話で、そこからもうしないって聞いてるから、本人から。うん、アウトなんだよね、俺からすると。もう結構もう2ストライク。いやいやいや、2じゃないよ、2じゃないよ、5ストライクぐらいだよ。もうだいぶ見てんな。めっちゃ見逃してるじゃないですか。もうだいぶいてるな、うん、ごめんな、あの甘いから俺。優しいんすね。優しいんすね。いや、極力やめてほしくはないじゃん、実際。まあ、そう、そうではあるんですけど。だから、そっからこそ、なんかやっぱ反省して、なんか残って続けてほしいっていう思いがあるから、いろいろみんな考えるんだけど。ボイラさんがその、赤木さんの優しさに甘えてしまってる。なんか、宮城署員ってなんかそういう感じが、なんか出てる気があるんですよね。いや、そう。俺、それ、所長から、言われて、あの、お前は甘すぎるって話になったんだよ、前。ああ。そういう話もあって、めっちゃ切り捨てなきゃいけないって分かってんだけど、情が湧っちゃうよね。でもやっぱ、あのね、情湧いちゃいけないんだよ、情感って本来。決めるときはパッと決めなきゃいけないんだよ。スパッとね。そう。だから情感なんだよね。決めるところは決めなきゃいけないから。どこが大事っすもんね。どうなんだよね。所長あたりになってくると。どうなんだよね。やる誰か、所長。そんなポンと渡さ、はい、どうぞっつって渡さないでください。おかわり次やってみるみたいな感じでローテーションする、みんなで一回一日所長、南所長で毎日何かボイラーとかが起こす。一日所長だった暁になんか一気でハメを外す長官とか嫌すぎる。まあ、トータルで見たらさ、なんかほんとトータルで見たらね、はい、悪いやつってさ、絶対いい裏面もあるから、うん、そう、まあだからそう、いつもいいところあるんだよみたいになってくと、ずるずるになっちゃうんだよな。そうなんだよな、別れられない彼女と一緒なんだよ、マジで。それはわかんねえか、ごめんな。まあ、わからなくはないですけど。いや、ちょっとじゃあ、なんか起きてきて話聞きたいですね、私。まあそうだね、一回今ここでパッて決めれないから絶対、うん、まあ所長といろいろお話もあるみたいですし、バウアー所長ともその件もまた話し合って決めてください。どうしようかな。レル君って今日何時まで起きてる？もうだいたい寝るかなっていう、うん、ヒロ君は？まあでもまだしばらくは起きてると思いますよ。
マリさんも起きてる？起きたばっかな。はい、私も起きてます。あのさ、俺さ、忘れっぽくてさはい、話し合いしようと思うんだけどさ。ああ、はいはい、なんか一緒役お願いしたいなと思ってあの、え、所長会議の時横にいてもらうってことですか？うん、うん、なるほど。そう、まあまあまあ全然僕は話聞きたいですもんね、だって、うん、そうね、うん、あいつってなんかあのみんなからガって言われるの苦手なタイプだから、うんうんうん、あ、そうですね、強気に来られると、あ、そう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 、強気に来られたら強気に来ちゃうから、同じパンチ返しちゃいますね、絶対。うん、じゃあ助けてと、南署改革しましょう。南署、そうですね、はい、変えていこう、頑張りましょう。南署、誰かが離れるって言い出さないうちに改革しましょう。そうやな、なんか転属届とか出しまくるかもしれない。なんかそうだよね。そうならないように。このまま多分ボイラさん放置してると多分みんな、みんな他の署行っちゃいますよ。竹井もいなくなったし、次ボイラか。うーわお。はい。ボイラの件は聞いた？ボイラの件って聞いた？上田さん？ボイラ。ああ、ボイラさんの件ですか。あ、ボイラさんの件はもう聞いたも何も現場にいましたから、ね。ああ、現場にいたんだ。あ、なるほど。はい。あ、そっか。でも、うん、でも、まあ、どうなんだろう。まあ、ボイラさんはもう昨日いじられすぎて、もう途中発狂してましたよ。もう。ああ、だと思う。うん、あいつの性格上。もういいだろ、みたいになってた、うん、途中から。でも、もう、あの、他の南署員が、逆にもういいだろってなっちゃってる、ボイラに。ああ、もう南署じゃなくてみたいな。もし、いや、俺からちゃんと注意してって逆に言われちゃった。ああ、まあ確かにね。で、ちゃんと注意した上で、ボイラが辞めるとか言うんだったら、もう辞めさせていいんじゃないですかっていう感じになっちゃってる。なるほど。まあ、ボイラさんもな、その場のノリではありましたけど、ね。いや、あいつさ、ノリはいいからさ、やっちゃうんだよね。うんうん、まあまあ、そうそう、振りみたいな部分もありましたからね。で、多分、ボイラって市民からそういう目で思われてるから、うんうんうん、あれ周りの市民も悪乗りしてると思う。まあまあまあ、そうですね、悪乗りの、うん、そのなんだろう、振りを振っちゃったり、ね、だから大丈夫って思ってるはず、周りの人も、この人にやっても、うんうんうん、何やってもみたいな、うん、あれセットでね、なんかボイラさん怒るまでセットみたいなところもちょっとあるからまあまあ僕はあんまり気にしてないですけど、結構、うん、女性陣がね、ルンルンとかは結構ドン引きだったから、南署としてっていう話だったらしいさっきの。まあまあそうっすよね、南署としてどういう処罰を下すんだみたいな。あ、まあでも一応もう、あ、聞きました、プリズンも送って罰金も切ってある話が聞きました。あ、聞いてない。もう、あ、そうなの、セクハラで、うん、セクハラ罪とプリズン30分も送ってるので、うん、まあもうその罰は受けてるんですよね、実際。あ、そうなんだ。はい、ただその警察としての罰をどうするみたいな話は、うん、まあ、まあそこはもうどうなのかみたいな感じ。まあでもプリズン送ってるからいいんじゃないかなと僕は思いますけどね。その場で止めなかったし、まあ、あれでしょ、その場のあ警察官もいたんでしょ。全然いました。ちょけです。ちょけでしょ、うん、なんかだと思うよ。あれがボイラさんに対してなんかやめてくださいみたいな、その場の、いや、だってやめた方がいいですよみたいなノリじゃなかったから。俺なんかわかるけど結構警察官見てたでしょ。いやいや全然いました。多分7、8人いて、そうそう。だから、あれは別に俺らも止めに入れたんで、うん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 、止めてなかったから、それ、まあ別に。を、うん、多分逆に見てない人もいるから、そうなんですよ、ね。あの映像だけ見たら、そう、えぐい。えぐい。それはまあ確かにそう。そうなんですよ。だからまあ、まあでも、大丈夫だと思いますけどね。とりあえずは。チョケの範囲で。お酒飲んで市民撃ったわけじゃないですから。うんうん、それはね。でもなんか竹井よりひどいって言われてたよ。あ、本当ですか。あのなんかその周りからの何言われようが、南署としての。ああ、まあ確かにね、せっかく南署で市民対応頑張ってるのにみたいな。頑張ってる子たちが悪く思われるって話だよね、はい、まあまあまあ、ね、南署がみたいな。うんうんうん、それはあるかも。それはそうですね。処罰する、これ。いや、俺はでも、まあ、何かしら しないとどうなんだろうな。まあ厳重中、いや、わかんないです。僕は、まあ、その場にいたし、まああと三郎先輩とかレッサンとかもいて、みんなでゲラゲラ笑ってたから。ヒロ君いた、まあ、その時。
ヒロ君はいなかったっすね。あ、だからか。いなかった。じゃあヒロ君にちょっと説明した方がいいかな。南署がいなかったんですよね。その土井田しかいなかった。僕と土井田さんしかいなくて、あそう。本署のメンバーで。ルンルンもじゃあいなかったってこと？ルンルンもいなかったっす、ね。ああ、そっか。じゃあルンルンと、ヒロ君と、うん、まあキマリさんにもさっき話しちゃったから話そっか。はいはい。まあ。経緯、まあそうですね。経緯は、うん、スケボーをみんなで乗ってたんですよ。あ、もう。ちょっと待って、それもじゃあ、一回話しちゃおう。オッケーっす。うん。オッケーっす、オッケーっす。これさ、また、これ、どうだ、大丈夫かな？大丈夫、南署だけ呼んで。なんかあれじゃないですか。うん、ボイラさんのことの、一応、経緯を話すので、聞きたい。そうね、オッケー。聞きたい人は、みたいな感じで、南署でも、もう本職だっていいですし、まあ、ここでいいよ。うん。今からボイラテンガリンの件について経緯をちょっと軽く説明するんで、聞きたい人は本社の会議室来てください。これ今伝わった？了解です。伝わったと思う。 OK、 了解です。おはよう。じゃあブロッコリーさん説明お願いします。なんかね、南署のボイラ君がまたセクハラしたみたいでね、赤木君。はい、どういった経緯でこうなったんですか？なんかね、警察体験に来てたアイドルの子がいたんですよ。まあその子とサッカーをしに行ってたのかな、ボイラ先輩とその子が。でそこでボイラ先輩が突如脱ぎ始めて、タンポポさんという警察体験の方をぶん殴ってダウンさせ、で挙句の果てに上に乗り踊り狂い始めた、まあ、そういう事件が起きました。我々はねそれを重く受け止めて、今回は南署、パチョさんじゃあ説明お願いします。まあ当日なんですけど、まあ一応まずボイラさんはもうプリズに送られてます、セクハラ罪で。なのでまあ今回のそのセクハラに関しては一応まあ罰は受けてるっていう認識でいてもらえるといいのかなと思います。であとまああのまああとそれになった経緯は、うん、ニブ君とリオ君も知ってると思うけど、まあ割と周りに警察官いたよ。久しぶりです。ちょっと折り返しても大丈夫ですか？はい、わかりました。はい、9割チョケ範囲であったのと、あとまあ俺らが振りをしたのもあるので、脱いじゃダメですよボイラさんみたいなね。そうですね、止めたのは確かに振りですもんね。うん、振りもあったし、上にまたがってたのも実はスケボーに乗ってて、あれスケボーに乗ってる状態で、行きたい方は行ってください。スリラーを踊ってあれスリラーなんだ。ちょうどまたがってるように見える悪意ある切り抜きです、まずそうなんだなのでみんなが思ってるほど、特に女性陣は心配してると思うんですが、まあみんなが思ってるほどまあなんだろう、まずい状況ではないかなと思います。まあその場にいたニブ君とリオ君はどうですか？まあ、タンポポちゃんがどう思うか思ってたかっていうのももちろんあるんだけど、そこが一番大事ですよね。はい、うん、これをガチに真面目な感じで捉えてボイラを攻撃するとはちょっと違うかなと思うんで、チョケだな、チョケで終わらせましょう、うん、そんな感じで、はい、タンポポちゃんもちょっとなんだろう、欲しがりなんですよ。欲しがりだまあまあ本人は喜んでたと思うんで、まあ本人に聞いてセクハラ罪は一応切ってもうプリズン送って処罰は受けてるので、一旦これ以上ボイラさんに言うとまあちょっといろいろ大変かなとかかわいそうかなっていうのも思うので、まあ僕たち警察官がいた上で
止めてない僕たちもいけないので、そしたらで、ニブくん、リオくん、それはもちろんです、まあ、本当にそうです。止めてなくて、あいつが本人で実行してたらあいつが悪い、100%。これで俺らが止めて、でなんかそれでも暴走してたらちょっとあれだけどっていう感じなので、うん、もし、まあ、あとそれでも納得いかない人はもうあの連先輩にいやいや納得いかないって言ってください、うん、はい、じゃあ納得いかない人こっちで受け付けます。いますか、大丈夫ですか。大丈夫です。 OK、 ルンルンも大丈夫、はい、全然納得してるよ。 OK、 ひまりさんも大丈夫。あれ、はい、大丈夫です。あ、 OK、 あれ残った、もしかしてアジロ君。あれいや、あれ、いや違います、今食事中です。あ、違う。紛らわしくなってしまい申し訳ございません。会議に飯食うな。すいません。ただなんか、うん、ちょけと本気のこうなんか判別がなんかやっぱつきづらいのもどう、難しいですね、空気読みというか。まあなんかそういう市民からの印象がついちゃってるから、はい、多分あいつならこういうノリしても大丈夫ってみんな 思い始めてんだと思うよ。うん、うん、あ、もしなんか悪意ある感じだったら言って、改めて俺に。はい、ごめんね、逆にあの心配かけちゃって。ヒロ君、いやまあまあ僕も全然ちょっとあの背景を全然知らなかったので。あ、そうそう、じゃあなんか誤解生まれるかなと思ったから改めてあの話させてもらったの今。なるほどです、うん、お願いします。お願いします。はい、じゃあ行ってらっしゃ、行くのかなこれ。ヒロ君は、僕は今日はポリスかなー。あ、オッケー。ルンルンこのまま宝石行く。ルンルンもこのままこの後ランク上げようかなと思ってんだけど。おお。ちょっと俺ももう寝るからパッチーから上げてもらおうかな。あ、そっか、パチオさん4だから。いや、まだね3なんだよ。そう。3なの。ランク4がちょっと話し合いとかまあ裏で必要だから。ああ、なるほど。上げるか上げないかっていう会議がなるから。うん、ね、あげたいのは山々なんだけどね、すごい。なんなら俺たち、俺より頑張ってるし、みんな。ちょっと電話。工場も来たのか。え、今、南署ってランク4何人いるんだ。ランク4が今1人だね。で、ランク5が1人。あ、2人。あ、丸ん中は先輩の2人が副署長で5ってことか。そう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 。ボイラは3だろ？ボイラは4なんだよ。だから下げようと思ってんだ。あの、見たよ、見たよ。3か4だよな、うん、みたい。でも一応さっき共有したけど、あの周りにいっぱい警察もいて、ああいうノリでやったから、あれは許してあげたって感じ。まあ、一応なんかこれに関してはボイラからも本人からもヒアリングをしたんだが、うん、私の評判を下げようとしてる、警察署を崩壊させようとしてる、そういう、うん、犯人の策略ですと。いや、犯人どうこうじゃなくて、もうなんかボイラはそういうキャラってみんなに思われてんだよ。ああ、もう。そうだぞ。この多分投稿今一番バズってるかな、ロスサントス、うん。悪意あるよ、これは一番。まあ、ある。取られただけなんです。ある意味いい意味でも悪い意味でもまあいいんじゃないか、印象的には別に。まあ。うん。まあ、上官って感じはまあないから、ボイラに。うん。で、真面目に捉えてほしいんだったら別に真面目に捉えるけど、これも。うん。まあ、直系だと思ってるからこれはまあいいんじゃないかって先開示した。あ、まあ、うん、ボイラースワットのランクの方はまあ高いままにして、まあ、警察は落としても構わんと思う。そうな、それは、それはちょっと一回話し合うよ。あ、そこは南署に任せる。オッケー。ボイラーのランクの処遇については了解。